この霞んでるのは杉花粉ですよね、きっと。すごいな。おはようございます。最近参考は奥多摩、高尾方面に頻繁に行ってて、秩父方面にあんま来てないんで、今日は久しぶりに秩父方面で歩いていきたいと思います。今日は宝登山に登っていきたいと思います。狼狽のピークはちょっと越しちゃったかもしれませんが、久々に宝登山登っていきたいと思います。まず最初に袋屋さんですまんじゅうを購入していきたいと思います。その後、野上駅前の駐車場に車を止めて歩いていきたいと思います。ぼーっとしてたら袋屋通り過ぎちゃいました。 U ターンして袋屋さんまた戻ってきてます。それでは袋屋さんですまんじゅうを買っていきたいと思います。ゲットできました。野上駅前の駐車場に車を止めていきたいと思います。野上駅見えてきました。駐車料金は310円ということなので、駅に行って支払うんでしょうかね。ちょっと行ってきます。この野上駅の駅舎内に、ここにある駐車場料金箱、ここみたいですね。310円投入。それでは野上駅から参考を開始していきたいと思います。一般的には野上駅からすぐに長瀞アルプスに入っていくと思いますが、今回は最初に長瀞駅まで歩いて逆回りで歩いていきたいと思います。川のほとりの道を野上駅から長瀞駅の方へ歩いていきます。ここ数日花粉症の症状がひどくて、頭痛と発熱で風邪のような症状でしばらく大変でしたが、徐々に回復してきました。せっかくなんでね、購入したすまんじゅうは岩畳で食べようと思います。ちょっと岩畳に寄りたいと思います。岩畳に来ました。まだ結構早い時間なので人は少ないですね。じゃあちょっと川面の方に歩いていこうと思います。おお、すごい。いやー、いい景色ですね。すまんじゅうでお茶します。すまんじゅう。それでは岩畳を満喫したんで、そろそろ宝登山の方に歩いていきたいと思います。ちょうど正面に宝登山が見えてます。せっかくなので宝登山神社参拝していきたいと思います。それでは登山道の方に向かって戻っていきたいと思います。こちらが宝登山のロープウェイの駅の入り口ですね。登山道はこっちになります。もうちょうどロープウェイがやってきた。いや、花粉症の症状がひどくて今もマスクをつけながら登ってますが、なんか年を重ねるにつれて花粉症の症状が和らぐようなことを聞いたことがあるんですが、僕の場合は年を重ねるごとに症状がひどくなってる気がするんですけど、この道は下りでしか使ったことないですけど、だらだらの上りのつづら折れがきついですね。あちらがロープウェイの宝登山山頂駅ですね。狼狽はこの辺りはまだ狼狽が残ってますね。
いい香りがします。福寿草老梅園、この辺はあえて木に近づかなくても香りが歩いてるだけで漂っていますね。そしてこちら宝登山 497.1m 山頂に到着しました。そして宝登山三角点、かなり花粉なのか霞んでますが、天気は晴れてるので景色はいいですね。老梅の季節には来てなかったんで、なんか新鮮な宝登山山頂という感じです。あちらに武甲山、そして両神山ですね。あ、すいません。じゃあ先に進んでいきます。じゃあこちらに進んでいきたいと思います。こちら側から行くと野上駅まで約2時間で行けるようですね。いつもはここは最後の地獄の上りなんですが、今日は地獄の下りですね。この霞んでるのは杉花粉ですよね、きっと。すごいな、カメラにもいっぱい花粉が付着してます。この一帯はもう全部杉ですね。今毒キノコの看板のところまで降りてきました。それではこちらです。進んでいきます。この辺りの花粉の飛散量はもうやばいですよね、きっと。これここの道を左に入って野上駅方面歩いて行きます。お世話になりました。朝は僕の車1台だけだったんですけど、今は僕の車以外5台止まってるんで、それでは帰ろうと思います。よいしょ、なんか顔が腫れてる感じがします。ちょうど今正面が武甲山ですが、高山上の方、雪がまだ残ってますね。宝登山はちょうど老梅がいい感じのタイミングだったので良かったです。また来年以降もこの時期にどれぐらい花粉の症状が出るかっていうのを毎年チェックしていけたらいいなと思います。来年以降も同じ場所の宝登山で花粉症チェックできたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。